アメリカ大使館領事館広報文化交流部の助成金申請に必要な個人用申請書 SF424 インディビジュアルの記入手順を説明します。用紙は表示されている URL よりダウンロードできます。星印は必ず記入してください。1にはデパートメントオブステイトと記入し、2には19.040 CFDA タイトルにはパブリックディプロマシープログラムズと記入します。3には星印がついていても記入しないでください。4にファンディングオポチュニティナンバーとタイトルを記入します。わからない場合は大使館または領事館の担当者に確認してください。5は申請者に関する情報です。 A に名前、電話番号、メールアドレス、 B に住所を記入し次のページへ進みます。 C はアメリカ国籍でない場合は NO にチェックをして、下の欄のドロップダウンメニューより自分の国籍に該当する国を選びます。アメリカに長期滞在している場合は住み始めた年と日付を記入します。 D はアメリカの選挙区を記入します。アメリカの選挙権がなければ 00-000 と記入します。6はプログラムに関する情報です。 A にプログラムの内容が分かるようなタイトルと、 B にプログラムの簡単な説明を記入します。いつ、どこで、誰が、誰を対象に何をするのかといった基本的な情報が含まれていれば問題ありません。 C にプログラムの開始予定日と終了予定日を記入します。これらの日程はイベントの実施日ではなく、プロジェクトの立ち上げから最終的なレポートの提出までに必要な日数を含めてください。最後に規約事項を読み、 I agree のボックスにチェックを入れ、サインをして、サインをした日付を記入したら完了です。